はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビージュです。今回はファミスタクライマックスドリームペナント3週目のですね、ドリームファイナルをプレイしていきたいと思います。前回ですね、2週目のドリームファイナルをプレイした様子をお届けしたと思うんですけども、今回は3週目のドリームファイナルになります。で、3週目もですね、裏でこそこそプレイを進めてまして、無事ドリームファイナルまで進出することができましたので、今回はね、そのドリームファイナルの様子をプレイしていきたいと思っています。で、ここまでですね、ファミスタポイントをザクザク貯めてきてますので、いずれまたドリームペナントの本編の方もですね、ファミダスを大量に引きながらプレイするっていうのをね、お見せできたらいいかなというふうに思っています。では、スタメンね、多少入れ替えてますので見ていきたいと思います。まあ、1番荻野、2番荒木から始まるところは同じなんですが、まず5番に高山を入れています。で、あと銀カードっていう意味で言うと、岡島、3番の岡島ですね、こちらと、あと8番キャッチャー小林が銀カードに変わっています。まあ、この辺りと、あとピッチャー陣で言うと、リリーフエースの西村、あとは、まあ、我がチームのエース今村も銀色カードに変わっています。こんな感じですね。西村健太郎で、あと今村では、このメンバーでドリームファイナル第1戦目プレーをしていきます。相手はアダルトナイツ。ほう、先発は能見だな。まずは1番荻田、際どいけどアウトか。荒木もね、もうすぐ銀カードになるレベル10までは来てるんですよね。落ちないかな。追いつきますね。福留が追いついてます。ここまで簡単に追い込まれてしまって、岡島もセカンドゴロ。ドリームファイナルに関しては9回制ですからね、なんとか順を追って点を取っていきたいんですが、ワンダーチームの先発は菊池雄星。菊池もね、レベル9まで上がってきてますんで、まあ、このドリームファイナルで好投ができれば銀カードへと昇格できるかなっていう感じですね。さあ、2番のそよぎを迎えて、カウント1ボール2ストライクから第4球目。これはショートがさばいてツーアウト。で、糸井ですね。糸井も能力めちゃくちゃ高いな、さすがに。ミート A プラ、パワー A、走力 A プラですからね。まあ、ただ、1回の裏は無難に立ち上がって、メヒアからの打順になります。メヒアもパワー S、スキル発動とはいえ。ここは打たされる形でセカンドゴロ。何としてもね、先制点が欲しい場面ではありますからね。能見の決め球はフォークか。さらに遅いボール。ここまで2球落として、3球目はセカンドライナー。この吉川の当たりもショートゴロですね。淡々とゲームが進んでるな。こういう時はね、先制点を取られないようにだけは気をつけましょう。んじゃーって言ってると、村田にツーベースを打たれてしまった。ホームランにならなかっただけマシだって考えた方がいいのかな。で、福留か。福留のパワー A、ミート A、怖いバッターだな。なんとしてもこの福留は三振にして、二塁ランナーの村田は二塁で釘付けにしときたいですよね。村田自体は足は速くないので、シングルヒットで帰ってくるっていうことは多分ないかなと思うんで、三塁まで進まれないことが重要かなって感じですね。おお、松井稼頭央だ。まだ健在だな、さすがに。なんか松井稼頭央は体が強いんですかね。なんかあんまり衰えを感じないですよね。よし、
村田修一にツーベース打たれましたが、ここは0点で切り抜けましたね。一方ワンダーチームの方はちょっとヒットが出ないかな。小林も初球を打ってショートゴロ。菊池はねまだまだ投げてもらわなきゃいけないのでこのまま打たせます。投手戦っていう感じだけど、あここで相川にまた先頭打者、しかもツーベース出しちゃったかな。ここはなんとしても0点で抑えたいんで、ノーミがバントっていうのは、だーノーミにここでタイムリーかー、厳しいなー。一塁線破られちゃいましたね。さらにこれは入るぞ。あーツーランかー。ちょっと投球が一辺倒になっちゃってたかもしれないですね。まあ、ノーミにタイムリーを打たれたあたりからかなり悪い流れではありましたけど、そよぎはショートゴロで、糸井とかも怖いからな。なあ追いつけないか。これは三塁まで行かれちゃうかな。で4番の村田でしょ。さっきも打たれて怖いからな。ここは確実にフォークで空振りを取りに行きましょうと思ったけど、これが甘い当たりになってる。うわー、しかも目測を誤ったか。今のはですね、まあ糸井にタッチアップはもう諦めて確実にキャッチする方向に集中するべきだったな。ホームに投げたいっていう気持ちがどうしてもやっぱり出ちゃって、目測は誤りましたね。菊池もよく投げてくれてるけど、守備のまずさもあり、この回までかな。それにしてもアダルトナイツはメンバーが豪華すぎるだろこれ。さあ4点を追う展開ですね。1番荻野からだ。まず荻野出よう。よし、荻野は足が A プラまで来てるので、まあ2塁まではいける。んで2番奈良木、もうここは4点差あるんでヒッティングですね。まあ、1点ずつって感じではもうないかな。一気にビッグイニングを作っていきたい。一塁はよし、一塁じゃない、ホームはセーフですね。いい流れになってきて、ここでメヒアに一発が出るとね、一気に同点っていう場面だけど、ここはノーミも警戒してくるな。全部落としてきましたね。いやー全部落とされるとどうにもならないな。もう2点ぐらい取りたいけど、ここで吉川か、上がりすぎだな。1点止まりですね。まあ、ちょっとね、あの打線の方は結構いい感じで打ってくれたものの、メヒアのところでね、ノーミがまさかの全球フォーク、あれやられるとちょっと打てないな。まあ、1点返して3点差なので、まあこれね、また点差を広げられないように、まずきっちりこの4回の裏、菊池もこの回まではなんとか投げ切ってもらいたいんだけど、これファールじゃないのか。で先ほどホームラン打たれてる田中健介か。ここは二塁でさせる。よし、これは
ファミスタならではの珍プレイですけどね。まあ、よしとしましょう。で、そうよ。よし。これで、5回まで来ちゃったね、でも。これは一塁は、アウト。なんとか初戦取りたいところなんですけどね。能見はまだまだ投げるかな。能見もね、結構ボールを落としてくるんで打ちづらい。さらに動かしてきますしね、ボールも左右にも。あー、最後はフォークか。追い込まれる前にやっぱり打っていかなきゃダメだな。しまったー、菊池だったー、代打出すべきだったー。打ちたいっていう気持ちが先に出ちゃって、菊池をそのまま打席に送っちゃいましたけど、ここはリリーフを送ります。もちろんリリーフを送ります。もう1点も上げられない場面なので、小刻みな継投で確実に0点に抑え込んでいきましょう。怖いのはやっぱりホームランですよね。まあ、こういう当たり、特にパワーがね、 B 以上あると一発持ってかれる可能性があるんで、まあ、変化球で確実に空振りを取っていきましょう。さあ、荻野からの好打順。まだ能見投げるか。まあ、先頭打者が出ないと話にならないからな。3点差なので荒木はヒッティングだな。ただゲッツーとかだけは避けたいんで、ランナー操作だけは慎重にいきましょうと言っていましたが、打ち上げてピッチャーフライで岡島だ。落としてきますね、フォークボール。これは、ファルボール。追い込まれるとフォークが怖いんだよな。やっぱりだよ。フォークがどうしても打てないですからね。さあ、これは入るか。よし、メヒアのツーラン。これで1点差まで来ましたね。高山の当たりは、まあ、ジャストミートしましたけど、セカンドライナーに打ち取られて、6回の裏。森野もパワー B 持ってるんで、抜かれたか。ホームランだけは警戒したいところですよね。カズオもね、ホームランあるからな。ここは2塁でフォースアウト。追い込んだら空振りを取りに行きます。まだ能見投げるか。スタミナ半端ねえな。さあ、1点差に迫った6回の裏は0点でしのいで、残された回7、8、9ですね。今のはもうちょっと曲がるかなと思ったんですが、カウント1エンド1から、これは上がりすぎですね。福留落下点に入ってワンアウトで山本だ。これも初球を打って一塁森野を送ってセカンドゴロですね。で、小林、銀カードの力見せてくれ小林。追い込まれたらフォークが怖い。ここはフォークはただ投げてこなかったか。しかもツーベースになる。で、ここで熊原のところにきっちり代打を送っていきましょう。で、代打誰使うかな。ビシエドで一発狙うか。まあ、ビシエドだな。一発狙いでいきましょう。どうだ、上がりすぎたかな。入るね。逆転のツーランだな。心強いわ。やっぱり一発持ってるバッターがいるっていうだけでね。これはいいね。センターは糸井かな。松井和夫だ。
糸井だったら追いつかれてたかもしれないですね。糸井の方が足早いですからね。さらに荒木もタイムリー。さあこの回で一気に試合を決めに行きましょう。これは上がりすぎかな。さすがに岡島はセンターフライ。ただこの回逆転して7回の裏ですね。さあここはまず山井を送ります。山井もフォーク持ちなので、まあ安心して送り出せる。ただ田中健介にはホームラン打たれてるからな。追い込んだらフォークで確実にアウトカウントを稼ぎましょう。よし、これで2アウト。まあ、9回はね、西村送る予定なんで、この7、8を山井に任せられれば安心かな。糸井とかもな、鬼の能力持ってますよね。ミートパワー総力 A で、さらにミートと総力に関しては A プラですからね。おお、敵も山井送ってきたな。入るか。これはフェンス最上段ですけどね、直撃。メヒアも A プラのパワー持ち主だからな。よし、抜けるぞ。これはメヒアの足でも帰ってこれるかな。よし、追加点ですね。ちょっとね、最初の序盤3回4回あたりまでは不穏な空気も出てましたが、ここまで3点リードで8回まで進んできてます。やっぱりメヒア、ビシエドあたりの一発打てるパワー A クラス以上の打者がいるとわからないぞって感じになってきますよね。小林は打ち上げて、これはスタンドに入っていきます。第2球、これはボテボテの当たりだけどファウルになりますね。最後はフォークボールに空振り三振。さあ8回の裏です。怖いバッターが続きますが、なあ、両方とも抜かれたか。これで二塁に村田か。まあ足は遅いんで、シングルヒットだったら抜かれた。これは帰ってこられちゃうね。ちょっとここ守備を引き締めていかないと2点差になりましたからね。まずは打たれないこと、バットに当てさせないこと。森野も怖いからな。一発ありますからね、全然パワー B ともなってくると。さらにミート力も高いんで、この森の松井あたりは油断ならない存在ですよね。フォークを連投していきましょう。フォークを、で相川ですね。まあ、相川が怖くないというわけではないですけど、やっぱり村田、糸井、森の松井和夫に比べると少し油断というか安心というかっていう要素はありますけどね。では山、おお、山井が2人ダブル山井だ。山井のところで代打を送っていきましょう。こここそ、エゴシじゃなくて大島を出していきます。五十嵐も9位はありますからね。69位になってますけど。で大島が出たので、大島のところにダイソー送りましょう。
早速走らせて、これはアウトになるか。ちょっとスタートが悪かったかな。あと五十嵐の速球も速かったですね。ちょっと安易にチャンスを潰して流れが悪くならなければいいけど、大丈夫かな。これは和夫が追いついて、荻野のツーベース。これは荻野の足でも帰っては来れないですね。さあ、ワンアウトランナー三塁一塁。ここで追加点が取れると、なんか試合的にはだいぶ楽になりそうな感じ。おお、藤川球児だ。追加点は取れるかな。何？めっちゃ肩いいな。レフトは糸井か。違う、ライトは糸井か。あの飛球で荻野で帰ってこれないって相当だな。しまった、今村を送っちゃったな。今村じゃないんだけどな。まあしょうがないな、これ投手交代できないもんね。あ、できる。西村健太郎を送りましょう。何球か投げないと本来は。なあ、抜かれた。ダメなはずですよね。新之助が何控えにいたの。すごいな。ダイソーかな。そうですね、鳥谷サードランナー、ダイソー出てますね。まあここは申し訳ないけれども、全球フォークで確実に勝利を取りに行きましょう。初戦取るのと取らないのじゃ大違いですからね。いや、糸井の肩 A プラスだもんな。いや、荻野の足も A プラスなんですけど、あの大飛球で荻野が帰ってこれないって相当だな。さあ、初戦はなんとか取ることができました。メヒア、ビシエドのホームランが効きましたね。お、荻野もレベル10になったな。菊池もレベル10になったんじゃないでしょうか。ちょっと見ていきましょうか。おお、荻野がレベル10になってるね。ミート A、 走力も A プラになって、パワーバントも BB、 うん、いいね。さらに菊池も上がったね。めっちゃポイント入るな。はい、というわけで今回ドリームファイナルアダルトナイツの一戦お届けしました。いかがでしたでしょうか。次回第2戦目、もね、勝っていきたいと思いますので、ぜひぜひ第2戦目もお楽しみにしていただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。